石井隆は、神奈川県綾瀬市出身の元プロ野球選手、コーチ。吉本工業所属契約。アマチュア野球選手、監督の石井や清は2位。心理学者の小野直弘はおじ。幼少時は、巨人ファンだった。少年時代からカーブが苦手でスライダーを投げていた。富士霊学園藤沢高等学校から、社会人野球の三菱重工横浜へ進み。 第64回都市対抗野球大会に補強選手でベスト4進出。1993年のドラフト会議で西ブライオンズから1位指名を受け入団。背番号は14。入団当時から速球が注目され、即戦力との期待が高かった。しかし請求力が低く、1年目の1994年はわずか3試合の当番に終わった。 1995年は17試合に登板し2勝を上げた。1996年には、請求力が向上し、時速 140km を超えるシュートが生きるようになり、この年から一軍に定着することになる。開幕当初は先発と中継ぎを兼任していたが、シーズン終盤には、抑えも経験し10月4日、5日の近鉄との、 試合では2試合連続セーブを上げチームの A クラス入り、滑り込むのに貢献した。1997年は中継ぎ、抑えとして活躍し、59試合に、登板、10勝8敗9セーブ。先発としても2試合起用され、プロ初完封を達成した。なお、この頃から右肩に、違和感を覚えるようになっていた。1998年には、 本格的に先発転向し、先発ローテーションに定着した。ボークが7個と多発したが、先発転向1年目で、初めて規定投球回数をクリアし急勝を挙げた。この時期ボークが多いが、これはセットポジションの際、投球動作を完全に制止させないことが多かったからである。後に修正した。日本シリーズでは横浜と対戦。 第4戦に9回途中まで高騰し、勝利投手となる。1999年は、自己最多の13勝を挙げた。2000年も10勝を記録し、2年連続で2桁勝利を挙げた。関東は少なかったが、この2年間で完封を3度記録した。2000年まで、福岡大英ホークスは、西部の投手陣を大の苦手としており、石井も、 大英相手に3年越しの連勝記録を更新していて、大英をカモとしていた。この年の5月4日に行われた、福岡ドームでの大大栄6回戦にて、得意していたはずの大英戦で、初回6失点となったが降板せず、その後は0点で抑え迎えた5回1種の場面で、秋山浩治が打った、ピッチャー返しの打球が顔面へ直撃し、 倒れ込みのたうちまりそのまま単価で運ばれ交番した。背番号21の石井2007年9月28日、西武ドーム2001年は不調に陥り5勝に止まった。2002年は、背番号を21に変更し、22試合に登板し8勝を挙げた。日本シリーズでは、巨人と対戦し、第2戦に登板したが打ち込まれ、敗戦投手となった。 2003年は、右肩の故障に苦しみわずか6試合しか登板できず1勝2敗で、シーズンを終えた。2004年は14試合に先発したたものの1勝5敗と、絶不調だった。チームは、リーグ2位で終え、この年からパリーグに導入された、プレーオフ進出を決めた。3位の北海道日本ハムファイターズと第1、ステージを戦い2勝1敗で勝ち抜け、 第2ステージで、リーグ1位のダイエーと戦うこととなった。石井は、第1ステージでは登板はなかったが、同じ先発で10勝を挙げた、西口文也が怪我で、プレイオフに登板できないことや5試合で3勝勝ち抜き性の、ため先発投手を増やす必要があったことや、伊藤務監督から、投手陣のリーダーと評されていたことから第2、ステージでは、 第一戦の先発を任された。だが初回から捕まり強力打線を抑えられず4回、1、3を投げて5失点で越され、敗戦投手となった。しかし、ここから、レギュラーシーズンで結果を出せなかった。石井の逆襲が始まる。両チーム2勝2敗で迎えた、最終第5戦で、出番が訪れ、延長10回表に1点を勝ち越し、その裏に、すでに、 リリーフエースの豊田清志も登板して、後に任される。リリーフ投手が森真嗣しかいない中、石井が登板し、ランナーを一人出すも、最後の打者、鳥越雄介を、セカンドゴロに打ち取り、ゲームセット。越された第一戦のリベンジに成功し2年ぶりのリーグ優勝を決め道げ投手となった。日本シリーズでは、 1> 第1戦と第7戦に先発し、第1戦の中日の先発はこの年、リーグ最多勝ちのタイトルを獲得した、エース川上健進との投げ合いだったが7回をわずかに、アンダ無失点で、勝利投手となった。第7戦は、打線が相手先発のドミンゴ・グスマンを早い回で越した、ことでリードを広げ6回を3アンダ無失点と、高騰し、勝利投手となった。 当番2試合で中日打線を2戦合計13イニングを無失点に抑える活躍で日本シリーズ MVP を受賞した。日本シリーズでの勝利数がレギュラーシーズンの勝利数を上回った投手は史上初めてである。右肩を痛めて以降ストレートの球速は時速 140km 前後だったがこの時は時速 150km 出たという。また、 日本シリーズ MVP の副賞である、トヨタクラウン・マジェスタは母親にプレゼントしている。2005年は、わずか7試合の登板で2勝4敗、防御率8点台に終わった。この年 FA 権を取得したが、行使せずに、西部残留の意思を示している。このことについて、石井は、逆指名で西部に入ったのだから、生涯西部を貫くという趣旨の発言を2006年にしている。 2006年は、春季キャンプで、佐々木和弘からフォークボールを伝授されると、今まで教わってきたこととすべてが違っていたと口に、するほどの手応えでこの球種を習得。森真嗣豊田清が抜け、リリーフ陣が苦しくなった事情もあり、9年ぶりに、リリーフに転向。それまでのように速球でオスピッチングではなく、新球種フォークを武器にした。 新しい投球スタイルで開幕から11試合連続無失点を記録した。開幕から中継ぎを任されるようになり、最終的に一軍定着後としては、初の一軍先発なしに終わったが、47試合に登板して、チームトップでリーグ3位の23ホールドを挙げた。同年8月1日の千葉ロッテマリーンズ戦にて1球勝利を達成。 引退試合のスコアボード2007年9月28日、西武ドームにて、ファンからの声援に応える石井2007年は、開幕を2軍で迎えた。2軍で、防御率0点台と安定感を誇ったが、直球の9位が思うように戻らず1軍では、登板機会も少なく防御率7点台に終わった。9月26日に同年限りで現役を、引退することを表明。 理想の投球ができなくなった。悔しいけど、体力の限界に至ったと理由を語った。9月28日の本拠地最終戦となる、北海道日本ハムファイターズ戦で9回に登板し、先頭打者の田中健介をすべて直球で3球、三振に尻け、14年にわたるプロ生活に優秀の美を飾った。 現役最終年は、引退試合を含めて8試合の登板に終わった。試合後の引退セレモニーでは、もう私の肩は上がりません。一生懸命、投げてきましたと、涙ながらにコメントし、チームメイトから胴上げされた。なお10月30日付で、2意引退が公示された。西部コーチ時代2008年から、西部の2軍投手コーチに就任。 2012年からは一軍投手コーチを担当。コーチとして、投手を指導する際、自分が得意だった球種を教えるより、自分が投げられない球種に関して、他人から聞いたコツを教える方が得意であると、発言した。2013年は、チーム救援防御率リーグ再開、勝負どころの8月に、投手陣が、 防御率5.23と崩れた責任を取り、同年10月22日に球団に対談を申し入れ、了承されたことが発表された。2014年からは、テレビ埼玉、文化放送、フォックススポーツジャパンの野球解説者を務める。2014年に、吉本興業を受けて、スポーツマネージメントして、所属契約してる。また、 日本学生野球協会の研修を受け山アマ指導の資格を回復させ、2015年には母校、富士霊学園富士沢中学校、高等学校において、高校野球部の非常勤コーチとしての指導も行っていた。2017年12月1日、四国アイランドリーグプラス、徳島エンディゴソックスの監督に就任することが発表された。2018年、 徳島は前期は最下位、後期は最大6.0ゲーム差をつけながら、最終戦で、愛媛マンダリンパイレーツに逆転を許して、優勝はならなかったが、プロ野球ドラフト会議で、鎌田光つ望みが、千葉ロッテマリーンズからリーグでこの年唯一となる、育成1位での指名を受けた。10月31日、東北楽天ゴールデンイーグルスに軍港地就任に伴い、 徳島の監督を退任することが発表された。2019年と2020年に楽天に軍の投手コーチを務めた後、2021年からは一軍に配置転換された。現役時代は気合を全面に押し出したピッチングで知られ、西部ライオンズの投手陣のリーダー格的存在だった。文化放送、文化放送ライオンズナイターでは、石を投げる。 混合力指導と称していた。1998年以降先発投手を務めることが増えたが、本人はリリーフの方が向いていると感じていた。金村義明は、球は速かったが、リリースポイントが見やすかった。大塚孝治は、スライダーを投げるときは、顔の表情で分かったと、現役時代の石井について発言している。 本人も左肩の開きが早くリリースポイントが見やすいフォームだったと認めている。ただし、右肩の痛みのためフォームを変更している。ありがとうございます。